巨人古代妄想、d ィ l ュ u s i o n s of grander,expansive delusions とは妄想のサブタイプの一つであり、様々な精神障害患者に生じ、躁状態にある創極性障害の2、3、統合失調症の1、2、妄想性障害の1、2、薬物乱用者の多くに確認されている。古代妄想は、斧が有名で、全能で、裕福で、 何かの力に満ちているという幻想的な信念を特徴としている。その妄想は一般的に幻想的であり、典型的には宗教的、SF、超自然的なテーマを持っている。迫害妄想や幻聴幻覚とは対照的に古代妄想に関する研究は比較的不足している。健康な人の約10%が古代的な考えを経験しているが、 古代妄想の診断基準を完全には満たしていない。d s m 4 t r の妄想性、障害診断基準によれば、古代型の症状には、以下についての非常に誇張された考えが挙げられている。例えば、自分の力や権威について、架空の信念を持っている患者は、自分は、王族のように扱われるべき支配的な君主であると、信じていることがある。 古代妄想とそれと関連した古代差の程度には、様々な患者において違いがある。一部の患者は、自分が、神、イングランドの女王、大統領の息子、有名なロックスターなどであると信じてるが、その他の患者はそれほど壮大ではなく、自分は熟練したアスリートや偉大な発明家だと考えている。古代妄想を形成する原因は、二つが挙げられている。 脳機能を妨げるような広範囲の精神障害を持つ患者は古代妄想妄想を含む様々な種類の妄想を経験する。古代妄想は通常ハンチントン病、パーキンソン病、ウィルソン病といった疾患による続発性妄想病と関連付けられている。続発性妄想病はモノアミン作動性神経伝達物質機能を 調整する L ドーパ及びイソニアジドなどの物質によっても引き起こされてきた。ビタミン B12 欠乏症、尿毒症、甲状腺機能渾身症、カルチノイド症候群などが、続発性創病を引き起こし、古代妄想の原因となるとわかっている。妄想を診断する際には、マッカーサー、モーデスリーアセスメントオブディリュージョンズスケジュールを用いて、患者を評価する。 ストンパとその同僚らによる1000人以上の幅広いバックグラウンドを持つ個人の調査によれば古代妄想は被害妄想に次いで2番目に一般的な妄想であると発見された統合失調症患者における古代妄想発生の文化間での変動も観察されているアップルバームらによる研究によれば古代妄想は統合失調症患者よりも双極性障害の 患者において、より一般的に確認されており、続いて、薬物乱用障害及び、うつ病患者において存在することが見出された。双極性障害の発症年齢と古代妄想の発生との間には関係があると主張されている。カールシンラによると、それらの発症時に21歳以下であった患者では74%に古代妄想が現れたが、 発症時に30歳以上のであったものについては、古代妄想発生は 40%% に止まった。ありがとうございます。